ようどうもかけまるです。はい、僕は今からイメチェンしてきます。やっとイメチェンをする日が来ました。ということで本日の企画は、彼氏が内緒でイメチェンしたら彼女どんな反応するの。まだね、どんな髪色とかどんな髪型とか全然決まってないんですけど、いつもお世話になってる美容室に今から行ってイメチェンしていきたいと思います。それではやっていきましょう。かけまる、いつもお世話になってるシティさんに来ました。いつもねお世話になってる岡野さんです。ちょっと岡野さんがバリかっこよくしてくれるって言ってたんで、ちょっと期待してますね。おまた参道から徒歩5分ぐらいで行けるので、ぜひ皆さん来てください。はい、見てください、できました髪の毛。どうですか皆さん、もしねこの髪型似合ってるよって方、ぜひねコメント欄で各似合ってるよってねコメントください。待ってます。ということで、ちょっとオープニングで言い忘れちゃったんですけど、なあちゃんは2日前ぐらいから実家に今帰ってて、で今日の夜なあちゃん帰ってくるんですよ。で LINE でもうすぐ帰ってくるって言ってたんで、ちょっと今からなあちゃんの反応をね隠し撮りしていきたいと思います。いや、なあちゃんはやっぱ黒髪がいいって言ってたんですけど、さすがにちょっとね似合いすぎてるんで、さすがのなあちゃんでもねかっこいいって多分言ってくれるはずです。楽しみに皆さん期待していてください。ぜひねこの動画最後までご覧ください。それではなあちゃんモニタリングしていきましょう。どっちか、ちくわか。寂しかった。どう、すごい寝癖ついて。寝癖どうよ、なんか海藻みたい。うわ、疲れたね、すごかったね、うん、やっぱさ、かっこいいね。にらめっこしよう、にらめっこ、にらめっこしましょう。笑うと負けよ、アップ。ミートソースも作れるけど。焼きパスタ？やった。That's good, damn it。変な人。なちゃん、見て見て見て。はい、チーズ。見て、俺めっちゃ漏れてない今日。見て。なんか色素薄くなったの。そう、気づいた？ちょっと。染めたんよ、ね、うん、じゃあさ、携帯後でいいんじゃない。携帯ちょっと染めて、ちょっとパーマもした。なんか本当は金、もっと金色にしたかったんだけど、なんかブリーチできなかったの、パーマと一緒には。だからちょっとあんま黒っぽいでしょ、ちょっと黒髪短髪が好き。まあ言ってたね。でもさ、似合ってるでしょ、言うても。似合ってるでしょ。お腹空いてるもん。ちょっと、痛っ。ごめん。痛いんよ、そっちが。パスタ作っていい？やっと、イメチェンしたい。反応、ちょっともっと反応してほしいよ。それ彼氏じゃないじゃん。おじゃぽん。おい、坊ちゃんはこんな強くねえから。強えよ。え、こいつ99レベルまで。水鉄砲。この坊ちゃんはこの進化しないで99レベルまでいってるタイプの坊ちゃまか。なあ。進化しないで99レベルまで育ち上げた坊ちゃまか。え、うん、ほんと。
なおの手見て。なおちゃん黒手。ナルシが増したということで。ね、似合ってるけどな。ナルシ増し増しってことでよろしいですか。なんニンニク増し増しみたいに言うの。ニンニクって言うのかすいた。ちょっとトイレ行ってくる。逆ドッキリとしてやっていきたいと思います。あえて無反応にしてるんですけど、この後だんだんブチ切れていきたいと思います。実際学校めちゃめちゃ似合ってて、めちゃめちゃかっこよくてニヤニヤしたんだけど、ちょっとこれから学校かわいそうだけどブチ切れていきたいと思います。マネージャーのお母さんも完全に私の味方ということで、それではやっていきます。しょっ、似合ってないかな。ご飯食べる？え、ちょっとさ、いや、そういうなんかさ、ツンデレいらない。実際ね、実際はじゃなくて、そういうのいらない。マジしつこい。じゃあだから似合ってる。似合ってるって言ってんじゃん。言ってないでしょ。言ってない。似合ってる似合ってる。なんで今日その機嫌悪い。しつこいの。セリマイ。違う。絶対セリマイじゃん。すぐそうやってセリマイとか言わないでくんね。自分が髪型似合ってるか似合ってないかの問題じゃん。一応黒髪短髪がいてずっと言ってたじゃん。なのに真逆の茶色のパーマにして。茶色じゃない。茶色やん。なんかワカメみたいなのしてる。じゃあワカメ黄色じゃない？緑か。黄色ワカメってなんだ。色落ちしてなんかもうちょっと明るくなるって言われた。なんで鼻汗かいてんの？鼻汗ってここな？あ、ここのこと。熱いね、今日本。おもろい。熱いね、今日本。はい、たま。うん、やんの。え、なんか本当に情緒不安定って言って触ってて薬飲んだ。ほら、お腹空いてんじゃん。ご飯にするよ。じゃあ、なんさっきあんなブチ切れたの、いきなり。しつこい、マジで。そんな、なんか何て言ってほしいのって言ってんじゃん。いや、かっこいい。かっこいい。あ、ありがとう。もう聞かないで、一生。最近ちょっと眉毛整えたからさ、眉毛見せつけてんの。拭くな、手で。ねえ、最低。ごめんね、ポンちゃんは。ご飯作るね。気持ちいい。何？明日じゃあ行ってこようかな、美容院。明日、美容院行ってきた方がいいんじゃないの？じゃあ怒ってるし、黒にまた染めてみたらいいんじゃないの？ねえ、ん？美容院の前に病院行った方がいい。何も悪いくない。いや、おかしいでしょ、21歳が人形と話して。いや、あんたもやん。こっちはいいの。あんたもよく話すやん。話すよ。カットにはまだ早い。最近愛着湧いてきた、こいつに。掴むとこ違うんよ、だったら。しかもさ、こいつさ、俺が取ったやん。そんな怒るか、てか反応悪い。そんな2日目よ。だからそれやめろっつってんじゃん。心配してんの。心配とかじゃなくて言ってほしい。来てんだ。違うって言ってんじゃん、さっきから。だってカックになってナオが髪切ったら怒るじゃん。それは、まあ、お互い様か。お前怒んないけど。怒った。前カックが大学でお昼一緒食べてくれなかったから、ナオがショートカットにしたらブチ切れたし。ブチ切れてはないよ。切れた。じゃあ長い方がいいよ。それつまり似合ってなかったってことだよ。じゃあナオちゃんも髪切っていいよ、ショートに。そういうことじゃないんだよ。いいよ。ちょっと不安定すぎでしょ。
ご飯作るの？うん。竹丸。じゃあ一回。何？マジめんどくさい。じゃあなんか髪のチェンジしましたみたいな、なんか。似合ってないのに。じゃあ一回。うん、マジでやだ。スイッチ。いや、マジでやだ。せーの、ウェイヨーの竹丸です。ちゃんとやるんじゃん。スイッチ入ったね。髪の毛についてちょっといろいろ語りましょうよ。ちょっと皆さんお気づきの通り、僕ね、髪イメチェンしたんですよ。どう？グトです。やっぱさ、それぞれさ好みの髪型とかあるわけじゃん。もう何してんの、バット評価。もういいや、オープニングとかいらない。早速企画発表するわ、うん、ということで本日の企画は、彼女に内緒でイメチェンしたら彼女はどんな反応するの。どういうこと？今からどの？でもさっき、なあちゃん帰ってきるときに、もう待ってました。え、撮ってたってこと？うん。嘘。最悪。マジ？撮ってたの？うん。言ってよ。言わないよ。ちょっと休めば。マジか。もっとちゃんと反応すればよかった。本当にやばいよ、反応。わかる。いや、ダメだよ。だってリアルな反応じゃん、あれは。じゃあ今はだから挽回していいよ。あれは、あの演技でしたみたいな感じで言っとけばいいんじゃない？あれは、本心です。変身？変身？マジ？マジ？じゃあオープニングで一応言ったの。ワンチャンなあちゃん怒るみたいな。なんで？いや、だから黒髪短髪がいいって言うから、ワンチャン怒るかなっていうのをオープニング言ったけど、マジで怒ったよ。ボツやん、ついにこれ。この動画。別に奈々ちゃんが乗せていいのもするけど、取れ高ないもんね。取れ高ないっていうか、リアクションやばいでしょ。うん、さすがに彼女のリアクションじゃないでしょ、あれは。確かに。うわぁ、染めなきゃよかった。かっこいい。てってれー、ドッキリ大成功。はい、え、気づいてた。うん、え、深井さん。え、全部あなたがこの前深井さんと1時間ぐらい電話で話した構成すべて聞きました。深井さんのから。違う、俺言ったの深井さんに。あ、もうなっちゃんに言わないでくださいって。めっちゃ破るよ。深井さん悪いやつみたいにすんの。めっちゃ破るよ、約束。しかもオンライン上で指切り電話したの。怖っ。違うの、聞いて。じゃあもう聞いて、なあちゃんに反応薄いじゃん。だからリアルなの撮ってももしかしたらっていうことで、だったらうちが逆ドッキリで無反応ブチ切れるってやって、かっくんの反応見た方が面白いんじゃないかっていう凄腕マネージャーからの。まあ凄腕マネージャーだな。いや、これ2回目やん、深谷さん。仲いいから、うちの方が。いや、俺の方が絶対仲いい。いや、うちの方が絶対仲いい。え、なんか金払ってんの？ちょっと待って、体は払ってないよね、さすがに。それ払ってない。それちょっとこれマネージャー交代。今動画見て、えってなってさ。なんかめっちゃ似合ってる。あ、ほんと、それ早かった。はい、ということでこの動画がいいな、かっくん似合ってるなって思った方は、グッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタとツイッターのフォローと、無断転載の方、ぜひ、せーの、よろしくお願いします。あー、でもね、よかったわ。何が？逆ドッキリで。マジで、マジで安心してるし。似合ってるよ。似合ってるでしょ、よかった。マジで本当に黒にしようかなってるよ。似合ってるけど、臭い。喧嘩しに行こうか。